こんにちは、花谷龍馬さん。活動頑張ってますね。まあ、いろんなね商品出して、オンラインサロンがあったりとか、ノートを売ったりとか、それからね、今年に入ってまた新しいプロジェクトいろいろ考えられると思いますけども、価格についてなんですけども、私は基本的にね、フロントエンド、バックエンド、アップセルみたいなことを考えていて、結局は私はね、速稼塾ってものが、商品、唯一の商品なんですよね。でも当初はたくさんの商品バラ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 売ってきたんですよ。それこそブログマスター講座60日とかね、マスターマインドセミナーとかね、これが89万円で200日とかね、それから速稼塾ファイナルとかいうのがね69万円で出してました。これが2017年のことで、6名の方が受講されたのかな、だったと思います。最後はね、大阪で全員セミナーみたいなのやりましたね。これが面白かったです。ずっと培ったスキルで、最終的には一つの会場で交代でね、20分ずつ時間を割り当ててプレゼンをするわけですよ。自分のセミナー、自分の作ったプログラムを。ですので、皆さんが独立して自分の塾をね、今の花谷龍馬さんみたいに、自分の塾を作って、その塾で自分の塾を販売していくみたいな形になりましたね。要するに情報商材っていうくくりになるんですけども、情報商材を作って、情報商材を集客して、情報商材を売るみたいな流れがあるわけなんですよね。その情報商材の中身っていうのが、例えばね、恋愛のことだったりとか、健康のことだったり、仕事の問題解決だったり、お金に関すること、私みたいにね、お金に関することだったりするわけなんですよ。じゃあその商品を売る前に、初めて関わった方がいきなり高いものを買うとは思えないんで、まあお試しでね、フロント商品っていうのがあるわけですよ。これがだから数百円とか数千円で売ってるもの、中には無料のものとかあるわけなんですけども、そういうふうな安いものをまず手に取っていただいて、あ、なるほど、これは価格以上に内容良かったねってことでしたら、今度ミドルクラスの商品買ってくれるわけですよね。それこそ2万3万みたいなのを買っていただけます。で、2万3万のでも満足度が高かった方が、高額商品という形で最後のバックエンド、数十万っていうのを手にしていただくわけなんですよね。で、この流れっていうのは、実はね、いろいろと考えなくちゃいけないことがあって、同時にリリースして、じゃあこっちの低価格のものとこっちの高いものとの差は何ですかって聞かれた時に、困らないようにしとかないといけないんですよね。低価格のものでも無限サポートしますよみたいなことを言っちゃうと、じゃあ高いもの買わなくてもこっちでいいじゃんとか、じゃあ低価格のサポートの中で高額のそのコンテンツのね内容を教えてください、そっちのサポートをしてくださいって言われたら、今度断りにくくなっちゃうわけなんですよ。ですので、きっちりとした線引きは必要なのかなと思いますので、私の場合は今回はですね、 FX の基礎講座っていう商品を出してます。そして速稼塾は速稼塾であります。速稼塾の方では FX の細かいことができませんので、相場解説はするけども細かい Q&A ができないんで、 FX の基礎講座っていうのがありますよっていうふうに速稼塾の中で進めると。FX の基礎講座で、修練した人は、じゃあこういった形で別の方向のビジネスもあるんで、速稼塾ってものがあるんですよって形で、どっちから入ってもどっちもお勧めできるような形にしてるわけなんですね。ただし最初は興味があるものはバラバラなんで、転売に興味があるんですけどっつったら、それは速稼塾の中に入っていただいて、そこでの転売教室を展開していきましょうって話になりますし、ポイントサイト一生懸命やりたいってことでしたら、それは速稼塾に入っていただいて、ポイントサイトを一生懸命そこで学んでいく、私もやってますよって形で進めることになります。そしてこれが成熟してくると、じゃあポイントサイトを独立した商品というのを作るかもしれませんし、今度ね、ビットコインがタダでもらえるサイトってあるんですよ。これ多分1ヶ月とか2ヶ月とか検証した後、稼げる方法が私なりにね構築できれば、これはね、このビットコインをタダでもらえるアプリを攻略する商材というのを作ると思うんですよ。こういうふうに私の場合は自分でやって自分で稼げたことをどんどん商品にしていくんですけども、自分がやってみてこれはダメだっていうものはね、これは商品にできないんですよ。例えばね、ブックメーカーとか、そのブックメーカーはね、ある人に頼んでやってもらったことがあるんですけども、ブックメーカーとそれからバイナルオプション、この2つってのはちょっと私商品できなかったんですよ。というのが、この2つってのはどうしても闇が拭えなかったんですよね。日本円に換金するルートがなかなかないとか、そもそもその、いろんな事情でねそのバーチャルなマネーにとど、まったまんま全然ね法定通貨に変わらなかったりっていう、ちょっとね黒いところがあったんですよね。私が攻略できなかっただけで、ちゃんとそれをビジネスにしている人がいるってことは何か方法があるんでしょうけども、私はこの2つっていうのは挫折しましたんで、バイナリーオプションをやるんだったら FX の方が絶対いいなと思ったんで、これは私の得意っていう分野もありますけども、バイナリーオプションは、ちょっとね私の口からお勧めできない。もちろんバイナリーオプションを攻略した方に学ぶんだったらいいんですけども、私は攻略できなかったんで商品化はできなかったよと。その代わり、FX は攻略したんで商品化できますよって形ですよね。だから自分ができてないことっていうのは全然商品にできないし、当然サポートもできませんので商品にしないんですけども、その代わり自分が商品にしたことっていうのはもう絶対の自信を持ってね抱えていけるなと思ってるんですよね。
で速稼塾の中で提供している様々なコンテンツっていうのは私不得意分野がなりありませんので、不得意分野がね全部やっていけるんですよ。ただ不得意分野がない中でも攻略できなかったものがあって、それに対しては明確に答えができるんですよ。私にサポートを求めてもその分野は無理と、ダメだということでね、これもだから不得意分野がないことの一つなんですよ。なぜならその分野は私は手をつけてませんと、諦めましたと、やってませんってことで、ね、お断りできるんでね。ということでね、いろいろとお話ししましたけども、今日言いたいことっていうのは価格の付け方ですよね。私は価格をつけて商品を分けるんだったら、きちんとそのパーテーションね、区切りを設けておかなくちゃいけないと。こっちのコンテンツを買った人がこっちのコンテンツもなんかね、その知りたがるのは気持ちは分かるんですけども、購入せずにそっちも使おうっていう意識っていうのがやっぱ働いちゃいますんでね。だからそうならないようには気をつけてるかなと。そして捌くのが大変です。商品いっぱいあると本当にね、こっちのメンバー、こっちのメンバー、こっちのメンバーっていう風にもうそれぞれの脳みそを切り替えていかないといけないんで、やっぱりね難しくなってきたりとか、サポートの限界ってくるんで、最初のね数ヶ月とかはいいんですけどね、年単位になってくるとさすがに目が行き届かなくなってくるのかなって気がしますね。まあそれも込みでビジネスのかなと思いますけどもね。今年も花山さん頑張ってください。じゃあ12日ね、2時ぐらいからお越しになるということなんで、待っております。じゃあ駐車場もちょっと開けとこうかなと思いますね。じゃあその時いろいろお話しましょう。いってらっしゃい。